よし、移住先の物件がチェックできたし、次はスーパーをチェックしますよ。食料品はまだまだネットで買うと高いし、ネットスーパーも対応エリアが限られておるからの。しっかり現地調査して、物件とスーパーの距離とかも見とかないとです。コンビニやホームセンターもいくつかあるみたいじゃから、そこも合わせて確認しておくのじゃ。まずは食料品と日用品のお買い物チェックじゃ。ざっくり見たところ、国道213号沿いの市街地エリアにスーパーが一つとドラッグストアが数店舗ありますね。多くの市民はここで買い物するようじゃな。少し離れたところにも A コープという農協のスーパーもあるので、一応価格競争は効いてるはず。コンビニも点在しておるので、最低限生きていくには全然問題なさそうじゃな。こじきキャンペーンにもしっかり参加できそうです。ではお店のジャンル別に詳しく見ていきましょう。スーパー、木月市の台所ともいえるのがこのサンリブ。九州を中心に展開する大手スーパーのサンリブ内には100円均一のセリアもあるのがナイスじゃな。いいチョイスです。他にはケーキ屋さんの藤屋や松木屋などが入っておったの。野菜とかお肉はまあ可もなく不可もなくって感じですね。コンビニ、セブン、ローソン、ファミマと有名どころは全て揃ってます。エリア的には市街地の中にポツポツ散らばってる感じじゃな。キャンペーンとかで回ったりメルカリ等の出品をしたりするなら自転車があった方が良さそうです。ドラッグストア、ダイレックス、ドラモリ、コスモスという九州で知らない人はまああまりいないレベルの最強布陣じゃな。コスモスはニコニコ現金払いを貫いてるので、キャッシュレスおじさんとしてはダイレックスはドラモリ派ですね。逆にこの2店舗はやたらたし多様な決済手段を準備しておるから、ファイヤーの民にとっては強い味方じゃ。あとお酒を買うならダイレックスです。安いし品揃えがいい。ホームセンター、サンリブの横にはホームワイドがあるし、市街地から少し離れたところにはナフコがありました。ナフコは場所が離れておるからやはり自転車はないと厳しいじゃろうな。ファイヤーラボ、一方で洋服や本といった娯楽よりの品物を買うのは絶望的じゃったな。一応島村がありますが、あとは高齢者向けの個人店があるくらいみたいです。なぜかサンリブの6割ほどを占める衣料品売り場はほぼマダム向けの服で埋め尽くされておったしの。衣料品売り場でかすぎ、半分本屋にして。もちろんユニクロや無印良品なんてないのじゃ。まあこれはそうそう使う店でもないので全然許容できるかなと思いました。あと気づいた瞬間にかなりショックだったことが、なんと書店がないんです。まだ細かく見てないので個人経営の書店はあると思うのですが、ふらふら見て回って情報収集ができるような書店はなかったの。これはかなり痛いです。立派な図書館があるのが唯一の救いですね。ガソリンスタンド、私はロードバイクに乗るので別に車や原付はなくていいと思ってます。しかし常人の考えであれば車がないと生きていけないエリアなので、スタンドはめちゃありますね。多分コンビニより多かったの。ざっくり見ましたが木月市街地のスタンドはほとんど同じ価格っぽいですね。会員価格などで1から2円の差はあるはずなので、いつも使う店を決めるのが良さそうじゃな。株の給油は大した量じゃないですけど1円でも安い方がいいですしね。ちなみに管理会社の営業の兄ちゃんに安いスタンドがないか聞いてみたのじゃが、木月市内はほとんど同じっぽいらしいの。彼はどこで入れてるんですかね。どうやら少し南の亀川に行った時に入れるようにしてるそうじゃ。なるほど、車でよく移動する人は少し離れた別のエリアで入れるのも手かもですね。ということで木月のお買い物事情をレポートしてみました。助手の彦助のように低資産でファイヤーしたい人やネット上で収入が得られる人には木月はぴったりじゃな。なかなかに田舎なので大丈夫かなと思いましたが、実は城下町で田舎の割には栄えてるなと感じました。他にも木月市のレポートは住居編と娯楽編も用意しておる。移住を考えている人や彦助助手のような生活が気になる人は
チェックしてみてほしいのじゃ。君が見てくれて嬉しいな。次の動画も言っとく？